え今日はね海とか水に関することでやっていきたいと思いますまあ大体主体的に一番中心になるのは魚かな、えー、思いついたままちょっと訳していきたいと思いますではどれだこれですあとこれですじゃあここから読んでいきましょう一緒にね日本語と英語を一緒に読みますここからいきます123「1, 2, タコ」 octopus, イカ squid, ヒラメ flounder, カレイ flatfish, ヒラマサ kingfish, ブリ yellow tail, キンヨ goldfish, デンキウナギ Light bulb eel.Same shark.Hojirozame Great white shark.Umihebi sea snake.Kame turtle.Kurage ジェリーフ f i s h みじんこえっ、ー、とちょっとこう書かれました。もう一回いきます。みじんこ、ダフニア、リュウグウオールフィッシュ、オールっていうのはオールのことね、貝のことね。そして、はい、イワシ、サーディン、マグロ、 トゥーナーカツオ、ベニートーえーっとこれ貝は貝って書いてあるけどね <laughs> <laughs> これちょっとこの貝はねこの貝なんですよね <laughs> シェルフィッシュにしましょうシェルフィッシュここシェルあっちょっと待って1個足んないかな 当たらないよって言われた。これね <laughs>。じゃあいきます。貝、shellfish、巻貝、カニ、shell、それから二枚貝、bivalves、バイバルブスでした。ば、これバイかな。ちょっと待ってね。やっぱりバイで、バイで読みますね。 By えー、っとバルブが2つあるってみただよね、これね。それから、違うな。やっぱりそうですね、スペルね。バルブ。バルブ。バルブね、弁ね。はい、じゃあ次が二枚がフグからですね。フグ。フグ。フグって言いますね。ブラーフィッシュって言うときもあるけど、フグで多分通じると思います。たら ああタラはタラって書いてあるけどコードこ,こにしましょうカってはいそれからタイタイシーブリーム赤 m 赤をレッドフィッシュでもこれ通じないかもしれないなちょっと待ってね調べてうんでもいろいろあるけどレッドフィッシュが一番わかりやすいかもしれないねそう あとちょっともう一つ気になったこのフグねこれフグをフグでもし通じなかった場合にはここはえっとブラーフィッシュ膨らむフィッシュって魚って感じかなあれはパファーパファーこれもパフっていうのプーって膨らむって意味なんだけどねじゃあこれちょっと読みましょうかここからねフグブラーフィッシュ ファー、これでどっちかで通じるはずですね。まあもう、えっと、これ、ジャパニーズクイズインになっているので、ブラウフィッシュはフグで大丈夫かもしれません。